こんばんは。アドベンチャー沖縄です。時刻は午前1時です。僕はですね、手だこ浦西駅に来ています。パーク&ライド駐車場も入場ができなくなり、終電も1時間ほど前に終わっております。手だこ浦西駅の中にはモノレールは止まっていません。しかし留置線に1編成だけ UDL が止まっています。そして下には車も止まっています。運転士さんの車だと思われます。23時30分以降に3本の列車が着きますが、2本は那覇空港の車庫まで改装して、1本はこちらで、待機のようです。そして朝4本那覇空港側から回送が来るようです。ということで本日は深夜の手だこ浦西駅の様子についてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。